いよいよ始まりました。なんかまだ遠くにあるような気がしてたんですけど、もう背中が見えて、今日は並んで明日を追い越していくというその辺だと思いますけれども、まあ、落ち着いてちょっと考えたんですけど、私はこの執行部は 3S でいきたいと思うんですよ。 S というのは一つはステディ、落ち着いて着実にそれともう一つはセーフティ、安全に、それから最後はスマイルかなそういう形で執行部自体が和気あいあいと仕事してたら、皆さんもまた仕事に励んでくださると思いますので、よろしく頑張ってやりましょう。お願いします。順番ちょっとあれですけども、矢野口さんのお父様がお亡くなりになって、矢野口さんは今ちょっと昇進のところなんですけども、まあ元気を出していただいてやっていただきたいと思うんですけども、いいですか。おはようございます。ちょうど準備の期間と、少しずれたということが、裏を返せば、私にとってはまだ動けるかなと感じがしていますが、ちょっと浦島太郎状態ですので、あれはどうだったっけ、これはどうだったっけということで、また思い返しながら準備をしたいと思いますので、ご迷惑かけますけども、よろしくお願いしたいかけれども、年明ければね、いよいよまた本格的な中心点ということになりますので、冬の初めての中心点ですので、ぜひ成功の方へね、導けるようにということで、行っていきたいかと思います。よろしくお願いいたします。いろいろとありがとうございます。おはようございます。それではこれより責任者の関係で搬入受付の方の打ち合わせの方を始めさせていただきたいと思います。最初に委員長の方からご挨拶申し上げます。おはようございます。10月頃からこの準備始めたんですけど、この搬入日のお天気というのが一番心配な種でした。でも本当にいいお天気になって、山は綺麗ですし、来る時に朝日が目に入って運転しづらかったんですけども、それさえ嬉しいような気分でこちらに参りました。特に午前中は一般の方の出品ですので、私たちも経験ありますけども、最初は不安でなんかわからないこともたくさんあると思うんですけれども、ぜひぜひスマイルでよろしくお願いいたします。年末のお忙しい時にお時間いただきましてありがとうございました。よろしくお願いいたします。いや、待機中の受付は上だったんだから、上だったんです。階段上がったとこっていう話だったの、最終的に。だからそれはすぐ、ある程度はすぐ出せるようにした方が。それはだって、あそこの倉庫に行くから。両方で1万円だ。ね、2人分。そうです、1万円。岩路加工屋にがあります。ここのちょっとそういうところが小さいの。小さいっていうのがね、これとこれ逆の方がいい。ミシンのとこがね、Thank you.
それぞれの行いが良かったのかなと思って本当に助かりました。あの何よりの天気だと思います。あの新年早々と申し訳ないんですけどもよろしくお願いします。はい、まずこれを封筒詰めをして分かれてしなきゃいけないでしょ。おはようございます。本日はご出席ありがとうございます。これより始めさせていただきます。司会進行の方を中心美術会事務局の矢野口が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ただいま第68回の中心美術展開蔵式を始めさせていただきます。中心美術展覧会運営委員長森本恵子より挨拶申し上げます。明けましておめでとうございます。つつがなく新年の喜びをお迎えのことと存じ上げます。第68回中心美術展開催にあたりましてご協賛をいただき多大なるご協力を賜りました松本市、松本市教育委員会、松本市美術館の関係者の皆様、初恒例を申し上げます。ありがとうございました。また年明けのお忙しい時にもかかわらずご出席いただきましたご来賓の皆様、新春の華やぎに素敵なメロディーでさらなる花を添えていただきました渡辺力也様、ありがとうございました。重ねてお礼を申し上げます。私ども中心美術会は爽やかな
初春からお正月、真冬への回帰の移行を決めました。心配ばかりが先行しておりました。地球温暖化の影響でしょうか、気象の振り幅は変動がますます大きくなっております。どのような状況で搬入、準備、そしてお客様をお迎えするのか検討がつきませんでした。悲観的な見方も多くございました。事実、昨年の今頃、この松本市美術館駐車場にはうず高い雪の山がございました。芝生広場では子どもたちが雪の迷路で遊んでおりました。こちらに参ります道はコリコリと凍っておりました。私どもも大げさに過ぎるかのような暖房対策を講じてこの準備に臨みました。しかし全て機運に終わりました。年末年始比較的穏やかで真冬とも思えぬ気温に恵まれ、順調に準備し、そして今日この暖かさの中で開場式を迎えましたこと、とても嬉しく存じております。しかしこのような温調が毎年あるはずもなく、これからもどのような状況でも柔軟に対応しなければならないと改めて気持ちを引き締めております。この美術館2階フロアに379点の作品が展示してございます。数は少し減りましたが、年齢層は高校生から90歳代まで幅広いものでございます。しかし少子高齢化の今の世の中、その年齢層のピークは60歳代、70歳代にあるのが現実でございます。これからいかに若い人たちに中心点への関心を高めていただくか、創造の喜びを持っていただくか、また私ども中心美術館自体がどのように若返っていくか、大きな課題が残っております。しかし私も含めまして高齢者にとりましては、この中心点は日々研鑽を積み、自己を追求し、そして表現を発表する大事な場所でございます。今年も双方のバランスを取りながら活動、さまざまな活動を通し地域芸術文化の振興に少しでもお役に立てればと願っております。どうぞ今まで以上のご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。終わりになりましたが、ご参列の皆様、会期中ご来場くださいますすべての皆様に本年のご多幸とご健勝をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。皆様明けましておめでとうございます。二重のお祝いでございます。第68回の中心美術展の開催でございます。会員の皆様、それから、入選入賞の皆様、おめでとうございます。年が改まりましたが、また寒さが募る前にでございます。しかし暦の上では春、この新春に、この新春の穏やかな光の中で、新春美術会の皆様、日頃の精進の成果を市民の皆様と一緒に鑑賞できることをとても嬉しく思っております。第68回と申しますと、昨年は戦後70ということがよくあちこちで言われましたが、ほぼそれと同じ歩みをなさってきた。この伝統ある、また信州の非常に個性的な美術展がこういうふうに松本市美術館に開催できると本当に嬉しく思っております。この美術館のそもそもの成り立ちも、信州美術館の皆様の強い思いが結集したから実現したのであります。そのように私たちと信州美術館の皆様、車の両輪のように手を携えて、これからも一緒に市民文化の交流のために頑張っていきたいと思っております。最後になりましたが、皆様の、ご健勝、今年のご多幸をお祈りして私のお祝いの言葉とさせていただきます。どうもありがとうございます。
開催なんですから、去年まで夏だったんですけども、はい、どうでしたか、お正月開催の中心点。いいですね。あ、いいですか。気持ちが改まって、お正月新鮮な感じで。ありがとうございます。楽しみにしてきました。ありがとうございます。今年初めて、はい、お正月の開催ってことになったんですけども、はい、いつも6月頃に今までやってたんですけども、はい、お正月の中心点いかがでしたでしょうか。あ、何かね、ちょうどこのお正月気分と展覧会の気分がね、はい、なんかマッチしていて、すごく年明け早々こういいものを見せてもらったなっていう思いがありますね。また今日の天気もすごく良くて、非常にこう暖かで、気持ちよく見させていただきました。はい、ありがとうございました。どちらから来ていただいたんですか。今日は上田の方から。上田から、あ、遠いところありがとうございます。見ているんですけど、なかなかこの時期の、まあ、気候が本当に良かったなっていうのはあるんですけど ね、でも非常にねこう自由な雰囲気っていうんですかね、絵からこうほのぼのとした感じが伝わってきて、はい、そういうところがすごくいいのかなと思いましたね。こう作家というかそういう姿勢が前面に出てくるとね、どうしてもこうかなりピリピリした緊張感なんですけども、やっぱ美術愛好家の方も含めたこう展覧会っていう、感じはすごくして、そこがこうなんていうんですか、いろんな方が出しているっていうのがすごく良、ね、かったなと思います。はい、いろんな、ね、個性の強いのもあったり、そうですね、何よりこう、なんていうんですかね、美術の人、美術が好きな人の集まりの展覧会っていうことは思いますね。だから多分鑑賞する方々もおそらくそういう、なんていうんですかね、絵っていいなっていうか、作品っていいなっていう思いを持たれたんじゃないかなっていうことは思いますね。妙にこうなんか作家部というかそういう風もなくて、こう非常に自由な雰囲気で展示ができていたと思います。皆さん楽しみにしているんだと思います。そうですね、楽しみにしていただければありがたいです。はい、寒い時期ですけどね、はい、ありがとうございます。 Wow. That was wonderful. Thank you. Thank you very much. It was a very nice surprise because we came here for Yayoi Kusama exhibit and saw many other nice things too.正月の開催ってことでいかがでしたでしょうか。いや、そうですね、私も心配してたけどね、はい、なんか本当に気分も新たに ね、この会場に見える皆さんもみんなこうはつらつとしてて、はい、入場者も多いし、はい、いや、よかったなと、そんな感想を持ってますね。ありがとうございます。本当に皆さん ね、たくさん来ていただいて、そうですね、で作品もね、やっぱし、はい、この夏見るのとこの1月のこの新春の中で見るのでもね、本当作品が新鮮に見えるんですよ、不思議に。また風景もね、本当に環境も違うところで見るっていうのも、そうですね、また違うかもしれませんね。今私工芸の方見てきたんだけどね、当時ね、はい、作品の数は適当にうまくまとまってて、あれ一個一個の内容がね、それぞれちゃんと一つ一つがその人の人格を語ってるようでね、いや素晴らしいなと思いましたよ。一頃具象的なものと抽象的なものとがね、こう反発し合っている時もあったけども、だんだんその抽象と具象がこう融合してきている形でね、なかなかいいなと、そんなこと思いますね。お話いろいろありがとうございました。いかがですか、お正月開催。いいと思いますか。いいですか、はい、どんな風に。どんな風に。大勢、大勢来てるしね。そうですね、結構ね、大勢の方に来ていただいてて、何回帰ってきてる人もいます。そうですね、そういうイメージね。ちょうどにね、帰省されてる方もね。中心美術会ってことです。そうです。正月の時はね、美術館に静まり返ったからね、寒々としたけども、今日の美術館とても良かったですよね。お正月にふさわしくて、夏から
初めて冬の開催になったんですけども、お正月開催はどういかがでしょうかね。それはまた全然違った風景の中でね、こういう、展覧会がまた新鮮な感じがしていいじゃないですか。私はまだ、中心美術館の展覧会4回ぐらいしか見てないんですけども、改めてこの美術界の展覧会の個性が、ね、こう浮き彫りにされたような感じがしますけれども、また多くの、ね、皆様も今までは初夏の展覧会だというイメージも持たれてたけど、もうこれからは新春のすがすがしい空気の中でこういうお正月から展覧会を見ることができるという、そういう喜びにもなるんじゃないでしょうか。お話をお伺いした皆様もね、気持ちもなんか晴れやかで、はい、新たな気分で見れて嬉しいですってことをね、はい、おっしゃってくださって、そうですか。ちょっと年末の、ね、皆さんご準備が大変かと思うんですけど、ね、そうですね、事務局の、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。初めてお正月開催ってことで、ああそうですよね、会期がね、はい、夏からお正月になったもんですから、どうかなと思って感想をお聞きしたいなと思ってるんですけど、お正月開催はいかがでしょうか。どうです、なんか気持ちが新たな感じで、はい、よかったと思いますけども。そうですか、はい、ありがとうございます。お正月開催ってことでね、はい、ちょっと気分的にも、そうですね、お正月ってことで、はい、見ていただけるでしょうかね。何部に出されてるんですか。はい、何部に出されてるんですか。私は2部の方です、はい、もう何回も出されてるんですか。そうですね、今回5回目ですかね。あ、そうなんです。どちらの方から、はい、どちらですか、お住まいは。あ、北住郡の松川村です。松川の方、向こうもお客さんご覧になりました。すごい力作があって、もうびっくりして、大きな作品。そうですね、やっぱりその描いてる方のね、イメージっていうか、そういうのなんかこう引き込まれるような作品もあったりとか、勉強になると思いますけど。どうですか、お正月開催特別、おめでたくて、おめでたくて、ありがとうございます。違いね、あ、女性の観点から中心美術を運営していくっていうのもまたいいと思います。はいはい、どうでしょうか、小林さん。実際に、最初は今までそういうことがなかったので、どうなのか心配な点もあったと思うんですよ、皆さん。でもね、とても力強くて、お話も素晴らしいご挨拶とか、一もそれに感動して、こういう上立ってって、あれした時に、男の人では気がつかないところ、はいはい、結構細かな配慮がされてるなってことが、こう皆さんも含めて、とてもいい雰囲気で応援されているのがよくわかりますし、これからはね、もう男も女もない時代だとは思いますけどね、一番先駆けとしてなされたってことは大変なことだ、きっかけを作っても簡単じゃないかしらね、女性にとってもね、まだまだ力量ある人もいるし。例えばこの場所ね、前は部屋の中でお茶飲んだりしてたけど、ここに交流場所をね、やったから設定したとか、搬入のね、会員といっぱいと混ぜて混乱をね、分散したとかね、なんかそういう点で随所にその新しい方式っていうか、今へと違ったものを感じてね、
お天気もちょうど良かったし、今月の三が日で人が見に来るかっていうこともね、やっぱ心配だったんですよね。だけどそれがまあ実際今話聞きゃ4000近くのね、6月にやってた頃とあんまり変わらない、人たちが見てきてね、いただいたってことで、まあまあまあありがたいっていうことだし、成功したんじゃないかなっていうね、そう思うんですがね。男性女性と2代に当たりましたが、特に終わった際は感じて、やはり女性の森本委員長ということでしたけども、気配りよく全体見ていただいて、でビリーにサインあたり、本当にとても気づきのある助言をいただきながら進めてくることができましたので、性別によってどこというか全くありません。とてもお二人とも全体を見渡してとても良かったなっていうのをすごく感じています。委員の方も執行部の方ですかね、執行部の方も本当に動ける方で、実際に気働きですぐに動いていただいて、準備片付け等やっていただいたのでとても助かりました。これから人数がどうしても400人を会員が割ってしまったりということになってくると思いますので、やはりまあ本部としては個人個人が作品を充実させて作ると、質の高い作品を出品するということで、人数が350とか300とかなったとしても、そのスタンスで地域を盛り上げていくっていうスタンスで出品していくってことが中心点にはやっぱり求められる大事なところだと思いますので。お正月検定に行かないでしょ。確かに冬になるってことで懸念もあったんですけども、幸いにも天候にも恵まれたって言いますかね、雪が降らなかったので松本の平のところにとっては出品しやすく、また集まりやすいっていう状況が正月ではあったけどもありましたので、結構スムーズに流れたんじゃないかなとは思います。またそれが大雪が降ったりも十分考えられますので、雪かき含めて対策はこれからも必要だとは思います。数年後にまた検定がね、一回りした後でまたどうなるかっていうことについては、またその先を見て70周年過ぎたあたりにはまた相談していく必要はあるかなってことは強く思います。中心点の搬出について連絡させていただきます。前の方へ少しお集まりください。中心美術展搬出についてお知らせいたします。搬出の皆さんは階段を上がったフロアへ。こんにちは。天気に恵まれた中心美術展で何よりだったと思っております。皆様ご協力ありがとうございました。また6月には長野県展、12月には中心展、皆さんそれまでいろいろ制作してまた作品をお持ち寄りください。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。お正月検定はどうでした？でも心配、もちろん寒い雪がある、何があるってのはこれはもう自然のことだしね、結果として良かったんじゃないかと思うけど、そうですね、見に来た方の年齢層というか、結構年配の人が足運んでくれたりだと思うんです、となるとやっぱりこういう、なんていうの、何もない時期にやるっていうのは、家族連れでお年寄りを連れて見に来た方結構多いので、来やすい時期だったかもしれないなという。天候を一番心配したんですが、やっぱり、暖冬のおかげで雪も降らずに晴天続きで、すごく天も味方したんじゃないでしょうかね。もし冬定着があればなかなか面白いあれになりますからね。そうだね。時期といい。これが定着して正月中心点ってことになっていくのは、
もちろん今言ったようにね、天候のことも確かにあるけども、それはもう仕方ないことだよ。私はいいと思うよね。あの、なんだ、女性陣もなんかこの着物っていうか、そういうね、あれも見えたりしてね、結構こう気分的に正月っていうのは、確かに皆さんね、忙しい時期って言いながら結構来てもらえたし、あのね、高校生の出品知ってるんですが、はい、毎年文化祭とね、中心点が重なってしまっていて、あ、そういう時はね、そこが結構苦しかったんですけど、今年はですからそれとはずれていたので、思い出すってこと、ある程度充実した作品を出品させることもできましたね。そこが、まあ、メリットとしてはちょっとありました。全体的に高校生の今の時期っていうのが反対にいいってことかな、これから、うん、ね、そうですね、だからもっとね、うん、まあ、もちろんあの丸林さんや、ね、あのエクセランも何人か出してたけど、そっちの方面ちょっと頑張ってもいいなと思うよね、うん、正月ってことで。やっぱりあの高校出て、あの審査の時聞いとっても、なんて学校出ちゃうともう出さんじゃないかって言うけど、それは俺全然関係ないと思うんだよね、うん、あのもちろん学校出て向こう、もちろん大学行ったりして、また将来的に戻ってくる人もいるんだし、あのもう出ちゃうからどうだこうだってのがね、俺はそういうこと言ってた人もいたけど、やっぱりね、やっぱり若いものが入ってくるといいよな。そうですね、作品もね、面白いもん。いや充実した、やっぱりね、あの勉強途中の作品だから余計いいよね。そうですね、うん、今年市民タイムズ賞いただいた高橋美香さんが、もう進路決まってまして、東京学芸大の中学校教員を選択で受かってるの、推薦で受かってるんですよ。で、長野に戻ってきて教員になると思うので、こういうのが続いていけばいいなと期待しています。そうかそうか。じゃあ、まあ冬のね、あの中心点の定着ということも、これがまあどうなるかは別として、まあ、そういうあの中心点の時期が新しくなるっていうばっかりじゃなくて、これからに向かってあの若い方の中心美術展というものはどういう位置づけをするのか、白田さん何かあったら。で、たまたま高校生が2年今年取ったっていうことですかね。で、まあ、高校生で新人賞っていうことではないですが、あのやっぱりあの若い感覚にあの視点を向けて、ちゃんとそれなりの評価をするっていうことが、あの今回は良かったと思います。で、あのいろいろなこう傾向の作品が賞を取れてたので、あの方向をこれからあんな風に書きたいとか、そういう指針になったんじゃないかなっていうふうに見てて思いました。丸井さん、どうでしたかね。今年ね、ホームページを見たら、早速その受賞作品もアップして載せてくださったので、うんうん、はい、そこに学校名も入れていただいてたので、すごくね、生徒励みになると思いますし、またそれを見た他の高校生たちも、あ、自分たちを出してみたいっていうふうにもしかすると思ってくれればいいなと思いました。とてもありがたかったですね。なかなかそういう新しい目が育ちつつあるところですね。じゃあ時期的に、じゃあ、だからあれじゃない、あの今回思ったんだけどね、あのもちろん丸林さんの学生とも出してて、あの最終の小候補にも残ってきたと思うんだよ、確かにね。だから俺的には、まあここで今の話の中ではどうこうはないけど、最終に残った小候補は同じ賞と同じものの中で小候補なりましたってこう出してやるのがね、うん、俺あの中央でも何でもそうけど、小候補になったってのはもう、うんうん、名誉なことだって嬉しいから、次のステップにもなるし、そういうのは俺ね、あのやったほうがいいなと思う、何人もとする、まあ、他の部もどうかだしよな、やっぱり若い人にそういう気持ちになってもらえればね。そうですね、それで俺は思うにはね、やっぱりあの版画をね、
版画がね、今年1点出てたけど、版画をね、俺、まあ新たにっていうかね、版画だともう30点ぐらい、俺30人ぐらい出すような気がするんだよな。だからそういう部門っていうかな、どうしてもあの全体の中で小さいっていうか、版画だけポコンとあるからね、あ、いいなと思っては見たんだけど、どうしても賞の方まで行く感覚がないんだけど、版画部門ってのもまた新たに、せっかく正月中心ってなったからね、少しそういう面をみんなで考えてくれる。審査員の方の作品が、あのいろんな場所にこう展示されて、で一般の方と隣り合って並んでいたりとか、そういう展示配置を見て、すごく何て言うんでしょう、自分の作品がその審査員の方の隣にあるっていうね、あるいは同じ部屋に飾ってもらえてあるっていう、なんかそういう、なんか意欲みたいなものを喚起させてくれるような、そういうこう配慮がされていて、とても良かったかなっていうふうに思います。ですのでどこの部屋を見てもとてもこう見応えのあるような、そういう感じの展示配置配慮してくださっていたなっていうふうに思いました。やっぱり高校生から見た時、さっき少しね、新人賞はだから高校生とかって思ったって言うけど、やっぱり一般の保護の中の賞の方がいいんかな、やっぱり。前のって一般の中っていうか、今までのジュニアっていうよりも、うん、はい、そうですね、その方が励みになるとか、うん、自分のあれになるとか、ね、そうです。僕は高校生だから賞金しちゃうんじゃなくて、一般の方たちの中で認めていただいて、うん、多分新人賞って美術館の新人賞だと思う、うん、その分いい賞だと思うんですね、うん、そうだね、うん、ので、そういうところで、あの方と同じように勝負して、もちろんそうやりがいがきっと、僕はあるんじゃないかな。今年、委員長は森本恵子さんで、女性の委員長になって、私がその感じてるのは、いろんな運営がすごくね、柔軟性を持たせていて、いろんなことを変えたりすることにチャレンジされてると思うんですよ。それがすごくいいなと。例えばこの搬入の時間帯を、会員と一般とで分けて駐車場の混雑を緩和したりとかって、今までなかなかそういう発想ってできなくて、混雑して大変だったとか、あるいは審査の日がちょうどクリスマスの日で、ちょっとした審査の休憩のお菓子にケーキ、小さいケーキです、ケーキを用意してくださったりとか、そういう気配りとかがね、すごく嬉しくて、なんかそれはすごく新鮮な感じで、うん、少しずつこう中心美術展が変わってきてるんじゃないか、中心美術展が変わってきてるんじゃないかって、いい意味でいい方向だと感じて、正月っていうのが変えて良かったんですよね。ね、6月でやってるとどうしてもそのままの状態っていうことはないけど、はい、そう変えられないけどね。そうですね。だから今丸山さん言ったみたいに、うん、これは本当にね、すごくみんな感じてると思う、うん、搬入する人もそうだし、我々ね、うん、委員もそうだし、このままいい方向に進んでほしい。そうですね、うん、あとはね、初め言ったように減少っていうか、会員になったから一般も少ないんだけど、平均的に今年はね、まあ、時期的な1回目ってこともあると思うので、農閑期ってどうしてもあるんですよね、うんうん、で今年ギャラリートークの司会をね、こうさせてもらったら、その年配の方がね、たくさん参加してくださって、すごく熱心に作品について批評をこう求めてたんですよね、うんうん、でなんとなくこう話す様子を聞くと、農閑期でちょっとまとまって時間が取れたと。なるほど、ね、で今日も、その書いた作品の評価をしてもらいたくて来れたと、うん、だからこの1月っていうのは自分みたいにその農家だと、うん、やっぱりね、忙しい6月に比べると自分の時間を作りやすい、ね、そういう意味では、うん、こういう風な時期もいいんじゃないかな、なるほどね、いろいろやっぱり新しいことがこう目につく
1月、ね、生涯学習とか考えると、うんね、細々とやってる作品をどっかで発表したいと思うんですが、なるほどなるほど、その発表の場がこういう時期だとちょっと発表しやすいのかな。うん、そうですね。6月頃でやったとしても、まあ、タイプが違ったらね。うちもそうだけど、6月じゃとてもね、書けないし、ね、来れないし、時間もね。